い、皆さんこんにちは。今回ですね、マツダのコスモ、これについて紹介していこうと思います。で、リオさん、マツダといえばロータリーエンジン。そうで、ロータリーエンジンを最初に搭載したのが初代のコスモスポーツなわけですが、今回紹介するのはその2代目、コスモの2代目となるコスモ L、 これを紹介させていただきます。では車の元へ行きましょう。はい、ということでこちらですね、1978年式です。 2000cc のエンジンで言えば MA 型コスモ L。 まだ途中に見えますね。いや、もうそうなんです、まだね、全然仕上がってないです。というのもですね、せっかくのこういう名車をまだまだ手のかかる状態で仕入れてるわけなので、まあ完成して綺麗にして初めてお目見えもすごく綺麗でいいんですけど、せっかくならこういう作業をした車なんですよと、その個体のねストーリーをまあ逐一紹介できれば、そのお客さんもね安心してくれるかなと思うので、今ちょっとこの状態なんですけど、もう早速紹介しちゃおうかと思います。デレリオさん、先ほどマツダといえばロータリーエンジンで、ロータリーといえば初代コスモが搭載したというふうに申し上げたんですけども、この2代目コスモに関しては結構ね異色な車であるんですね。これ実はねレシプロエンジンなんですよ。ロータリーじゃないんです。ロータリーとレシプロ両方とも設定があって、でこれに関してはですね、もう普通のエンジンです。いわゆるロータリーエンジンにはロータリーエンジンの魅力があって、我々もねすごく扱いたい魅力的なものなんですけど、普通のねレシプロエンジンもそれはそれでね、長い距離走ってもやっぱ整備がしやすいですし、こういう旧車なんかだったらレシプロエンジンのメリットっていうのかな、そういうのも出やすいかなと思います。はい、じゃあそれではですね、外装のチェックをしていきましょう。外装といってもね、今何が起きてるかというと、もう全部剥離、全て剥がして、でサビもバーッと落として、で防水処理をして、今下地を入れた状態です。サフェーサーが入ってます。でこのようにですね、塗装を乗せる前にこの下地ですね、しっかり均一化させて塗装を乗せていくというわけなんですが、皆さん見てください、この角度からかなり綺麗にね均一化されてるように見えるじゃないですか。はい、ルーフなんか見ても綺麗なもんじゃないですか、うん、だからもうほんとこのままね実際の塗装を乗っけちゃっていいんじゃないのと思うんですけど、実際に塗装担当してくれてる前田さん、まあ、うちのねクラシカの職人さんですよ、から言わせると、まだ今の状態で塗装乗っけちゃうと波が出たり、その塗装にムラが出てしまう恐れがあるので、もっとね研ぎ込んでこう均一にしていくんですって。面出しっていうのかな、研ぎ込んで研ぎ込んで本当均一にして、塗装を乗っけた時もムラとか光の波が出ないように、まだ時間をかけて行っていくということで、やっぱそういうこだわりがすごいですよね。ということで、まあ、フードがあります。ボンネットの部分ですね、まあ、外して、もうほんとしっかりキワキワのキワまで完全に下地処理を施した状態ですね。この状態でもう十分綺麗なぐらいですけど、でトランクはトランクでまた外して、ご覧のような状態になっております。なのでね、まだグリルもついてなくて、ね、このコスモ独特の丸め、この子がしっかりしたね 100% の状態でお見せできるのはもう少し先になるのかなというところではあるんですが、まあ、今現時点での状態はね紹介させていただこうと思います。まあ、ちなみにこのサフェーサー入れる前、下地を入れる前のビフォーの写真もね、動画じゃなくて静止画なんですけど、こんな感じで残ってます。結構ボロボロでしたよね。あ、いや、ひどい状態でした、ね、それが今、まあ、わりかしここまで小綺麗な状態に持ってくることができて、外装の面はかなりね状態としては進んでるんじゃないかと思います。1ヶ月後の姿がまた見たいですよね。あ、本当ですね。またこうなってくると早いでしょうからね。で全塗装、オールペンのいいところはね、ちょっとご覧ください。エンジンルームのねこんなところまでこんな綺麗に塗装してくれるわけなんですね、まあ、細部まで。こういうのってね、古い車って結局もキワキワのサビが一番の敵じゃないですか、はい、で今のうちから全塗装することによってもうサビを処理しちゃって、でキワのね普通に運転してたらそこは見ないよっていうところまでやっぱ処理するので、思い切って全てまるっと塗装する車っていうのは旧車とはやっぱ相性いいですよね。そうですね、うん、でね、リョウさん、初代コスモがデビューしたのが1967年なんですけど、まあ、初代コスモスポーツって言ったらもう見た目的にはねフェアレディ Z とか、なんかあっちの本当もうツーシーターのザ・スポーツカーっていう感じだったんですけど、それからまあ約10年の時を経て2代目コスモ AP っていうやつがデビューして、でそれのさらに2年後にまあコスモ AP の新たなバリエーションとしてこのコスモ L、まあ、この車が登場したということなんですって。で特徴といえばですね、このコスモ AP っていうのはエンティポリューションの略なわけですよね。でつまり公害対策、当時はねかっこいい車多かったです、スポーツカー多かった、ただ排ガス規制がすんごい厳しくなってきたという時代なんですって。
そうなんですね、うん、まあ、我々正直ねその当時を生きてないのであそうなんだというぐらいなんですけど、排ガス規制でどんどんスポーツカーの肩身が狭くなっていったというか、撤退していく車種もどんどん増えてる。そんな中でいやパワフルさにはこだわりたい、でも排ガス問題はクリアしないといけない、そこでですアンチポリューションで、ご覧ください、53年排出ガス規制合格者、だからこれがすごい重要だったんですよね当時。おー、うん、もうまさに AP の部分ですよ。これはパワフルさも兼ね備えていながら、その触媒をねつけることによって有害物質を極力外に出さないように工夫がなされた、非常に当時としてはクリーンな車だったということで、これねめっちゃ売れたらしいです。コスモ AP、 コスモ AP ってのはファストバックだったんですって。でこれファストバックとも違うちょっと独特なこの作り、これがコスモ L の L の部分なんですって。名前聞いた時てっきり安易にね安直な考えで、あコスモのロングバージョンなんだなとか思ったんですけど、コスモ L の L はランドートップっていう、つまりね馬車に使われるようなフォルムなんですって。だからちょっと窓見てください、窓、後部座席のこのね窓、なんか馬車感すごいですね。小さいですよね、うん、だから後部座席の人はそんなにバーッとね景色が入ってこなくても、もっとラグジュアリーな上品な感じで乗っちゃってよみたいな、そんなグレードだったみたいなんですね。はい、ということで室内に入ってきたんですけども、いや、まあ、やっぱねクーペとは思えないぐらい後部座席のねゆったり感、後部座席まで背が高いですよね。やっぱ頭がねつかない、私結構背高い方ですけど頭がつかない、その後部座席もゆったりした感じで座れるっていうのがランドートップの、まあ、魅力、よりラグジュアリー感を演出してくれてるんじゃないかと、そういう車なんですが、今まあちょっとねまだ仕上げ整備中ということでいろんな部品、置いてあったりして、まあ、綺麗な状態ではないんですけど、目に映る内装がねいちいちすっごい可愛くて上質なんですよね。このキャメル調の革、このヘッドレストの感じもすごい可愛いよな、スカスカで感がものすごい良くてね、乗ってて気持ちいいですよ。でちょっと運転席が回ってみましょうか。はい、で運転席がこんな感じなんですけど、まあ年式装のね補修が必要な部分はあるんですが、ちょっと見てください、本当なんか日本車っぽくない、国産っぽくないんですよね、あのすごくいい意味で、いい意味で欧州車っぽい、欧州の中でもなんならイギリスぐらいの感じのね質感の高さ、これもホコリかぶってるけど、サイドブレーキもでシフトノブもね当時のものかな、これはオーディオ類も可愛いな、やっぱボタンのね、私これ個人的に好きなんですけども、タイプライターみたいなカチャカチャ音鳴るやつ、上に目を向けるとやっぱウッドのねすごい質感いいですよ。でメーターが5個、高級感と可愛さを、ね、いっぺんに見せてくれるようなそんな作りです。でやっぱ細めのねステアリングで3本スポーク、この辺がやっぱねたまらないですよね。で両さんやっぱねこのコスモの中でも、まあ、ちょっとね変わり種というかコスモ L やっぱすごい好きな車の一つでして、なんだろうな、マツダのチャレンジ精神とプライドを感じる一台というか、よくここまでこう舵を切ったなっていう感じしません？いやしますね、コスモイコールもツーシータースポーツっていう感じのところで、全てにこう調和を取りつつね、クリーンなエンジンにツーシーター2人乗りのところから一気に5人乗りにね居住性まで求めて持ってきて、かつパワフルなエンジンですよ。で内装の質感に関してはご覧の通り、やっぱりね今の国産車でなかなか出せないそのこだわりっていうのかな、ああいう高級感をふんだんに出してくれる、すごいその技術者とか開発者のこだわりを感じる一台だと思います。個性すごいですよね。個性ですごいですね。でさらにそれに加えて AP アンチポリューションに加えてランドートップ、これもまた強烈な個性を生み出しているわけですが、この材質なんでしょうね、これ革？革っぽいですよね、うん、これ元からこういうことですよね。そうです、うん、やっぱ高級感馬車感を出すための一つの工夫としてはね、いや思い切ったことするなっていう感じですよね。これ留め具も全然見たことないよ、こんな留め方ね、こんな感じで止まってるんですね、まあ、ここのね部分にも塗装を乗っけることになるわけですよね、おそらく。そうですね、うん、まあ、このままってわけじゃないでしょうからね。いや楽しみ、これはねこだわりの詰まった強烈な個性の一台というだけあって、またね素敵な車を皆さんにお見せできるんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回は1978年式、まあ、モデルとしては1977年のモデルなんですが、この答えは1978年2代目です、コスモ L
紹介させていただきました。まだまだね、皆さんに完璧な状態でお見せするのはもう少しお時間のかかる車両ではあるんですが、なるべくこうやって進捗もお伝えすることによって、次に乗っていただくお客様にもより安心して乗っていただけるのかなと思いますので、今後もこういった作業内容逐一動画に上げて紹介していきたいと思います。ちょっとでもいいなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長でした。